今日の朝ごはん、今ね、起きてシャワーを浴びて、で、何したっけな、起きてシャワーを浴びて、で、コンビニとスーパーに行ってきて、で、ご飯、冷やし中華のんちゃんが作ってくれて、で、何したっけ、俺はあれか、郵送、ステッカーの郵送販売やってました。ステッカーの、リスナーさんに届けるやつね。ずっともう1ヶ月ぐらい、1ヶ月もいかないから、10日ぐらい放置してたんで、さすがに送んねえと、と思って。いただきます。あ、おいしい。のんちゃん、おいしい。ありがとう。冷やし中華いいよね。ごまだれの冷やし中華でいいです。おはよう。にゃこハートありがとう。おはようございます。すいませんね、なんか自分だけ食べちゃって。ご隠居さん、お久しぶり。おはよう。元気？今ね、冷やし中華作ってもらって、なんか最近もう既製品飽きちゃって、食べに行くのも作ってもらった。今日も一日頑張りましょう。今日金曜日かな。うそ、ぎっくり腰？マジか。母親がぎっくり腰とか腰痛持ちでよく動けなくなってたけど、俺ね、子供の頃からね、腰を痛めたことがほとんどなくて、足腰めちゃめちゃ強いんだよ。そうそう、のんちゃんに作ってもらった。ポンポコさん、おはよう。うまい。おはよう。あやまさん、おはよう。風船10個ありがとう。風船ありがとう。何にもできないよね。母親見てて思った。動けないよね。わかるわかる。ただ痛みはわかんないけどね。その母親がずっとうずくまってるのは見てたけど もうなんか年に1回ぐらい必ずぎっくり腰になるから、あー、なんか痛そうだなみたいな。何なんだろうね、ぎっくり腰になるのって。体のなんかこう負荷かけるところが間違えるのかね。なんでなんだろう。俺はね、そう、分かんないんだよね。だから母親にはもう段ボールとかも重たい荷物持たせないようにしてたけど、思い出したわ。いや、俺はぎっくり腰を一回もやったことないんだよね。だから腰がピキったりとか腰が痛いっていうのが一回もないので、相撲とか運動神経弱いんだけど、体育の授業とかでさ、ほら、強えやつっているじゃん。柔道やってたりとか。そういうやつでも、お前、腰強えな、みたいな。たまに勝てたもんね。3回に1回ぐらい。あ、腰に疲労が溜まってるんだ。職業柄かね。パチンコ屋やってた時はコルセット巻くのが、そのパチ屋では。もうみんな腰やられてたから、玉運ぶ時。でもね、玉、とんでもない量運べたもん、こうやってここまで。ぐって持って。ねえ、腰大事だよ。おはよう、ラッキー。ナポリタンは作ったの俺じゃなかったっけ？昨日パチスロ行ったよ。ボロ負け。もうダメだ。超苦痛だった。負けたら全然面白くないな。2連敗ですよ。
今月はもう行かないかな。でもね、今日気分いいんだよ。昨日寝る前になんか名言集みたいなのを読んでて、みつこいらっしゃい、名言集みたいなのを読んでたので、そこでその配信とか自分の人生のヒントみたいなものを手に入れることができて、で結構救われた言葉だったの自分の中では。おお、岡ちゃんいらっしゃい。だから結構ね、あの心が整ったっていうか、たった一言で救われたっていう感じがしたね。勝ってても面白くないんだったらね、行かない方がいいよね。俺はね、パチンコ行くときは勝とうとか負けようとかじゃなくて、うさばらしに行くって決めてる。だからなんだろう、その言葉っていうのが、あのニーチェの言葉だっけな、誰の言葉かちょっと忘れちゃったんだけど、ユングかな、誰かの忘れちゃったんだけど、名言集がバーって並んでて、でどんなに賢い人でも無知なものと関わればそれは無知な存在になるみたいな言葉だったの。あのどんなに賢い人間でも無知な人と喧嘩をするっていう、喧嘩に限定されてるんだけど、無知な人と喧嘩をするっていうことは自分の地位が無知まで下げられるっていう。だからその要はそのなんて言うんだろう、相手の歯テリトリーで戦うなよみたいな、それは自分の格が下がってどんなに賢い言葉も無知と全く一緒になるっていう、要はだからそのなんつうんだろう、行動だよっていう、でその意味、うん、そう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 、それでああなるほどと思って、その説得力がすごいあって、まあ、確かにそうだなって自分の中であって、うん、そう、言葉は大事だね本当にね。たった一つの言葉が人を救ったりするもんね。何ミュウツーって、うん、ミュウツーがどうしたの。ちょっと暑いな今日この部屋。鷹を歩くのはこの雨止んでからに。そうだね、俺もそう考えてる。最近さ、あのメンタルの調子がぐらついてるからさ、ちょっと自分でも苦しい時期なんだよね。ちょっとどうにかこうにか踏ん張ってるよ。なんか躁鬱が出ちゃったりとか、なんかうまくいかない、なんだろうね、昔は金でうまくいかなかったのに、金掴んでもやっぱダメだね金掴んでもやっぱり心の病気は治らないっていうのがよく分かってきた。おはよう、かか。おはよう。あ、ごめんなさい。NG ワード、次、ブロック入れちゃいます。申し訳ない。あ、ぜひぜひ、会いに来てください。ラッキーさん。ステッカーもあるんで、もしよかったらステッカーも。結構その封筒にこだわりがあって、なんか封筒これで今まで郵送してたんだよ、これで。でもこれダサいじゃん、だから今封筒買ってきて、この横型の封筒、この横型の封筒買ってきて、これにステッカー入れて郵送してた。なんかカッコ悪いのは嫌なんだよね、カッコ悪いものが嫌いなんだよね。フォローありがとう。ああ、もうぐっちゃぐちゃになるな。ああ、うわあ、ああ、めんどくせえ。LINE 追加了解です。LINE の名前違うからみんな、コテハンさ、ふわっちから来た何々ですってコテハンメッセージ先にください。で、コテハンくれた人だけ承認してます。
ろしくお願いします。よろしく。ブロックな、バイバイ。うん、マクイおはよう。うん、あとで承認しておきます。ありがとう。うん、よろしくね。うん、ま、ごちそうさま、ありがとう。
夏は苦手だな。季節の中で夏がさ、すごい苦手。暑いのがね、バテちゃうんだよね。まだ冬もあんまり好きじゃないけど、春とか秋とかが好きなんだけどさ、夏は特に苦手だよ。暑いのは、暑いのどうしようもないじゃん。冬はさ、おしゃれしたりとか服着ていけばさ、しのげるけど。ハゲだるま先輩はどつ、おはよう。冬ばっかりはどうしようもなんないもんね。なんか俺、男のおしゃれはね、冬場できると思ってて、結構冬のファッションは好きなのよ。ジャケット羽織ったりとかさ、ね、革ジャン着たりとか。男のおしゃれは冬でしょ。逆に体格いい人とかはさ、体鍛えてる人とかはもう T シャツ1枚でもかっこいいじゃん。夏場ね、体は見せられるけど、俺体は全然自信ないから。だいぶね、体締まってたから、びっくりしたのが、その T シャツの当たる場所が肩とかさ、胸とかで当たるようになるんだよね。で、お腹で当たってたからさ、今までさ、なんか体の T シャツ、腕のところとかピタッとするしさ、やっぱ見てて姿勢とかも良くなったし、体鍛えるっていいなって思ったね。スポーツを好きになったのは捨て頃がきっかけだったね。子供の頃から運動嫌いで嫌いで仕方がなくてさ、でチームプレーとかもよく分かんなかったし、ああどうなんだろうね。でも体を鍛える人の考え方はすごい好きでさ、やっぱりその筋トレスレとかたまに見るんだけど、筋肉トレーニングってさ、貧乏人も金持ちも関係なくやっぱ鍛えないとダメだし、あとなんだろう、その努力が確実に成果に結びつくものじゃん。やったらやった分だけ筋肉って増えるから、正しく努力すれば間違いなく増えるものっていう、シンプルだよね、すごく。考えなくていいっていうか、ちゃんと栄養をとって体を鍛えるといい体になるっていうシンプルなもの。やっぱその両方とも大事なんだと思うよ。心を磨くことと体を磨くことと技術を磨くことってよく言うじゃん。心技体、まあ、順番も大事らしいけどね。心、技術、体だっていう風に言われてるよね、順番は。そうそう、やっぱり俺らってさ、人間って動物とは違うって無意識に思ってるけど、俺はそんなことなくて、動物の延長に人間があるっていう風に考えてて、俺らの中にも野生の本能は残ってるから、あんまり野生的だからいいってわけじゃなくてさ、野生的だから、それを理性で抑えたりとかも大事なんだけど、そのうまいバランスを取れる人ってやっぱかっこいいと思うよ。やっぱりその野生的な体とさ、人間的な知性を備えて、まあ心技体でいうのは技術のことなのかな、心とか。なんかその論理的に考えることよりも直感的に考えた方が、世の中うまく、俺の場合ね、物事がうまく進むんじゃないかっていう風に考えた時期があって、であんまりその思考を使わないように気をつけてるかな。なんかその例えばさ、アメーバだった頃からずっと進化した DNA の記憶があるわけだ、俺らの体の中には。だからその直感を考えると、直感をうまく使えるようになると、答えがやっぱ体の DNA の中に入ってるんだよね。だから心とか直感とか野生
っていうのかな、そういう勘みたいなものを鍛えるっていうのをずっと心がけてる。あとやっぱり体が整うと自然と心も整うんだよね。心がどうしようもない時は体を動かすっていうのはすごいいい判断というか、おすすめかな。なんかうつ病になる原因ってやっぱりいろんな要因があるんだけど、一つはやっぱり太陽に当たってないっていうの、外に出てない、運動してないっていうのがすごいでかいっていうのは自分の中で分かってるから、なるべく散歩歩くっていうことをやってるんだよね、自分の中で。運動好きになったな。そうだね。でもなかなかそれがうまくいかなかったりするから難しいんだけど、なんかさっきクソカスカオスさんっていうリスナーさん、まあ配信者なんだけど、すげえ面白くてずっと追っかけてる人がいて、でまあうつの話出てたから、俺そううつ持ってるからさ、その話題話さね、コメント打たせてもらっていろいろね、アドバイスもらったんだけど、難しいんだよね。その層の時って寝れないんだよ、本当に寝れない苦しさっていう頭がずっと冴えてるっていうさ、苦しさがあるのね。で勘違いなんだけど、自分は無敵かのように振る舞っちゃうんだよ、自分のことを。だからうつ病も厄介なんだけど、そう状態にこうパチンと跳ね返った時にすごいトラブルを起こしやすいんだよ。体内時計はね、もう諦めてるかな俺だいたい20時間ぐらい起きて、12時間寝るっていうのがハマってるから。アイさんおはよう、風船ありがとう。アイさん、あ、そうなんだ、自律神経あんま良くないんだ。子供の頃からなんだよね。今考えるとさ、子供の頃からそううつ持ってたけど、子供はそのうつっていう概念が分かんないわけじゃん。言葉を知らないわけだから。フォローありがとう、愛さん。だから苦しいんだよ、だいぶ。もっともっと早く対処打てたと思うんだけどね、病気のことをちゃんと分かってたら。病気っていう概念が親もなかったから、その精神病は甘えっていうね、考え方だから。親父もだいぶ知識が入ってきて、病気のことに対して寛容になったけどね。あ、フォローありがとう、これからもよろしくね、愛さん。ハートありがとう、愛さん。そうだね、なかなかね。あ、でも一日の習慣に運動を入れるっていうのはすごいいいことだなと思ってて、俺もやらなきゃなとは思ってるんだけど、なかなかできてないね、めんどくさがり屋だから。配信中に歩くのが一番いいんだよね、本当は。景色を変えて、部屋に引きこもらないで。部屋の中って安心感はあるけどさ、逆に言ったら何も生まれてこないんだよね、部屋からは。うん、よろしくね。ここは優しい人が多いから言いやすいと思うよ、愛さん。やっぱりね、そのクリエイターとか作家とか、まあ物書きとかが心病むっていうのは、やっぱ部屋の中で作業するっていうのはあるんだと思うよ、うん、クリエイターの業だね、それは。カルマだね。うん、ありがとう、来てくれて。フォローありがとうね。うつ病の人は人の話を受け入れることは難しいの。友達がうつの病気。ビッグボールさん、いい質問だね。一概には言えない。俺はお医者さんじゃないから。だから一、そのうつ病を抱えてる人間の話だと思って聞いてもらいたいんだけど、前提としてうつっていうのは心がこう沈んでる状態なんですよ。普通の人でもうつ状態っていうのにはなったことがあるから、その落ち込んだりっていう状態だよね。それの激しいバージョンがうつ状態になるんだけど、それが慢性化するとうつ病になるのね。
で、うつ病になる原因は何なのかってお医者様は考えるのよ。うつに、普通の人はうつにならないと。で、運動不足なのか、それともコミュニケーションが人と取れないのか。例えば、発達障害って言って、なかなか人の言ってることとか理解できなかったり、例えば自己愛性人格障害って言って、過度に自分のことを擁護する人とかもいるんですよ。だから、うつ病の人は人の話を受け入れられることは難しいっていうよりも、その人が人とのコミュニケーションが苦手でうつ病になってるっていう可能性の方が高いと思う、俺は。うつだから、人の話を受け入れないっていうわけじゃなくて、人とのコミュニケーション方法がわからなくて、悩んでて、うつになってる。要は、うつって表面化してる病気なのよ。見える病気っていう。太って円形脱毛状態なんだよ。おー、その人が？おー。だからその人は悩んでるんだろうね、多分。円形脱毛症になるってことは、その人が抱えてるなんか悩みがあるんだと思うよ。解決できない。苦しんでるんだと思う。それでうつが表面化してるんだと思う。だからその円形脱毛症とかうつっていうのは表面化してるものじゃん。そうじゃなくて一番大事なのは、なんでそうなったのかっていう根本、原因を解除しないと、円形脱毛症であったりとか、うつ病というのはなかなか解決しないよね。人間関係って難しいからね。なんかバックパッカーの人の枠に来ててびっくりしたよ。ああ、どうもどうも。クソカスカオスさん、だってここのリスナーなのね。で、カオスの枠、俺すごい好きで。結構よくちょこちょこ遊び行くよ。はい、メリンコは脱。ハートありがとう。大丈夫、大丈夫って言うだけで話にならない。あ、多分ね、話したくないんだと思う。うつ状態の時って何も言葉が入ってこないから、うつ病の人って。とにかくね、ほっといてほしいんだと思うよ。大丈夫っていう言い回しをしてるけど、本当は関わりたくないんだと思う。ほっといてっていうアピールなんじゃないかな。慢性の円形脱毛症なんですが、治りますか？あ、わかんない。俺はお医者さんじゃないから、ごめんね。円形脱毛症になったこと一回あるかな、子供の頃。わかんないです。 おはよう、ヒトラさん、いつもありがとう。風船ありがとう。ルーシーは脱。ハートありがとう。彼は視野がめっちゃ広いからね。経験だよね、やっぱり。俺はクソカスカオスは物差しの広い男だと思ってて。人間には物差しっていうものがあって、で、物差しっていうのは、世界を測る尺度かな、自分の基準みたいなもので、視野っていう表現もあるけど、俺はよく物差しをっていう表現をしてさ、物差しの狭い人、大きい人っていう。で、俺はカオスは物差しがでかい人だと思ってるので、この物差しって何なのかっていうと、物差しからはみ出ることっていうのは経験してないこと、知らないこと。で、そこが情報として飛び込んだ時に、人間ってさ、自分の物差しから飛び出た情報っていうのは嘘だとかさ、そんな間違ってるって批判に走っちゃいがちなんだよ。疑うっていうか。でもカオスは全部受け入れるんだよね。物差しがでかいから。だから、経験をすごく大事にしたりとか、情報をすごく大事にする人だね。器とも言うよね。これは物差しっていう表現が一番しっくりくるから。器とか視野とかいろんな表現があるけど、物差しでよく例えてる。で、なんで物差しで例えるといいかっていうとさ、はみ出たものを疑うっていう人間の弱さ。これは先輩から教わったの。人間には物差しがあるよって。で、お前はどの物差しを、物差しは伸ばせるからって、でかくできるからって。ああ、それはね、ネベックスさんかな。ネベックスさんね、小学校の頃から言われてて、実は俺もね、それは思ってる。日本から出ようかなっていうのはずっとあるね。おい、タンタン、おはよう。乃木編、おはよう。病のこと打ち明けて。ああ、全然全然気にしないよ。ソソ、おはよう。ソソってさ、アカウント何個か持ってる？なんか、本人の顔写真のサムネがあったじゃん。あれ良かったけどね。この漫画のサムネより。ソソって何人かいるのかな。それともソソが複数のアカウントを使い分けてるの？俺、ソソの、普通のプライベートっぽい写真の顔、すげえイケメンでいいなと思ったけどね。好感があった、このサムネよりも。
あ、ヤマトさん、おはようございます。楽しんでいってください。今日もおはよう。あ、そうそう、1個だけなんだ。そうそう、2人いるな。じゃあ、2人か3人いるな。かぶってるね。でも、この祖祖が一番古い。祖祖が一番古い。で、出て福祉の暑い国に行ってみたら、日本の心の狭さがわかるよ。ああ、日本の福祉はちょっとね、生活保護に頼りすぎてる部分が大きいし、あれ根本的な解決になってないよね。金配ってるだけだから。あ、写真を変えてるってことか。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、プライベートの写真使ってたことあるよね。自分の顔なのかどうかわかんないけど。あれすげえ良かったよ。俺好きだった。こっちのサムネはね、やっぱ漫画のキャラクターだから、なんか、あ、そうそうってこんな人なんだと思って、すごい、なんか、親近感が湧いたっていうか、あ、こんな人なんだ。俺はさ、みんなは俺のこと知ってるじゃん。顔も見たことあればさ、何年も付き合いあるわけじゃん。で、何に怒って、何に泣いて、何に笑ったか全部知ってるわけでしょ。チンコの長さから。でもさ、俺はさ、リスナーさんの顔知らないしさ、どんな人かわかんないから、リアトするまで。やっぱり、その、触れ合うって大事なんだよね。よく言うんだけど、匿名は本音だって言うけど、そんな本音でも何でもなくて言いたいことを言ってるだけだと。で、そんなものに価値はないっていうふうに俺は思ってて。ボンおはよう。そんなものに俺は価値は微塵も感じないの。なんでかっていうと、実社会で生きていく上でさ、自分の顔とか、体とか、毛深さ、俺で言ったら毛深いとか、寄り目とかさ、コンプレックスがあるわけじゃん。鼻声であったり、歯並びが悪いとかさ。そういうものを受け入れながら他人と関わっていくのが俺はコミュニケーションだと思ってて。で、相手が傷つかないようにどうやったら伝わるのかっていうのが本音っていうかテクニックじゃん。本音を伝えるための。言いたいことを言い合ったら戦争起こるだけだからね。争いしか起こんねえと思ってて。俺はだから、なんつうんだろう。その、ネットの、匿名イコール本音なんて全然思ったことないのよ。それはただ言いたいことを言ってるガキのわがままと変わんねえでしょ、みたいな。生活保護を叩く風潮、みんな不幸だからがある日本から一回出てみた方が楽になる気がする。ああ、まあでも、僕、バンコクとサイパンとアメリカ。で、アメリカは3週間ぐらいかな。1ヶ月行かないぐらい、ホームステイしてたことあるんですよ。で、やっぱアメリカ人のシンプルさっていうか、バカっぽいところは好きっすね。パワー系っていうか、すごいシンプルに物事考えるし。複雑だからやっぱ彼らシンプルっていう。国柄がっていうか。最近はどう？アンチディスしてるから顔隠してもうた。ああ、そうだったの？あ、いいよ。あ、そういうことだったんだ。ありがとう、ありがとう。試合見たよ。頑張ったね。あー、ごめんね。負けちゃったんだ、ケンさん。ケン・ルッカスさん。見てくれたの？ちょっとね、頑張ったは頑張ったんだけど、悔いが残るっていうかね。なんつうんだろう。なんか、あんまり自分では納得いってないけど、思ったよりもみんな良かったよって。負けたの悔しいけど、すごい和道らしかったよって。頑張ったなって言ってくれて嬉しい。ただ、もう一回出たいっすね。負けてもいいから、勝ち負けで悔しいんじゃなくて、勝つっていう姿勢がなかったと思ってて。もちろん勝とうとは思ってんだよ。思ってるんだけど、もっとがむしゃらにっていうか、なんか自分のこと守るのに必死だったっていうか、もうガードしようとか、もう、攻撃的な姿勢はなかったね。他の国はそんなことがないんだぞ。行ってみて分かったら見たと思う。知らんけど、おはよう。ああ、バーカー5個ありがとう。楽しんでってね。北米がいい。ああ、でもね、あんまりね、俺別に、なんだろうな。あんまり、日本人としてのアイデンティティはすごく大事にしようと思ってて。実を言うとね、日本は好きなんだけど、日本嫌いなんですよ。で、やっぱりね、日本人の文化が一番良かったのって、どうなんだろうな。やっぱり、江戸とか、江戸時代とか大正とか明治とか、あの辺とか、あ、明治はどうなんだろうな。まあ、なんつうんだろう、戦争で負けたから日本が日本じゃなくなったっていうのが俺の考え方だから、日本って結構素晴らしい文化をいっぱい持ってると思うし、日本人好きだよ。ただ、日本人自体がもう日本人だと思ってないっていうふうには感じた。アメリカに自然と行った時に、差別は一回受けたか。でも、まあ、具体的な差別はほとんどなかったんだけど、無意識レベルの差別を感じたのよ。
やっぱり、そう、俺らはアメリカ人と対等だと思って話してるわけじゃん。でも彼らの意識、白人の意識って全然そうじゃないんだよね。やっぱりあの日本人って、なんだろう、あんまり地位が高くなかったから、俺の体感だと。ああ、なんだろうって。俺ら、肌の色白いって誤解してたな、みたいな。そう。練習から見てたから、うん、ありがとう。でも、頑張ったは頑張った。一生懸命やったよ。判定負けで悔しいけど。他の国勝ち負け。俺もね、あんまり勝ち負け文化あんま好きじゃない。うん。なんつうんだろうね、アメリカ人だと思い込まされてるっていうか、そうそう、島国の中で。でも全然俺らイエローだし、イエローだし、白人よりもいい文化も持ってたのに。例えばそのね、日本の一番微分積分って考え方あるじゃん。あれを未完成ながらに一番最初に導入したのも日本だし。ね、為替とかもやってたのも日本なんだよ、世界初で。すごい数学者優秀でしょ、日本人って。で、あとは寺子屋制度っていうのがあって、学問とかも飛び級だったの、能力に合わせてやってたの。全部その押し付けられたものだ。家族の絆をどん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 立たれてるよね、うん、俺らって。そういえばスウェーデンでしたっけ、消費税 25% だけど福祉が充実してるって話を聞いた気がする。ああ、もうゆりかごから墓場までって言われてるですよ。北欧の方は福祉すごいですよ。だから大学も無料、医療費も完全無料とか。ただそこにもいくつか問題があって、医療費無料なんだけど、風邪ひいても1週間ぐらい前に予約しないと受けられないから、結構その病気すぐ医療が受けられないって。日本は医療進んでる方だから、保険制度とかね。だからその一概になんていうのかな、他の国がいいから日本はダメだっていうのも俺は極論だと思ってて、日本には日本にいい文化はいっぱいあるんだけど、それがなんかそのグローバル社会になっていくに対して裏目に出てるっていうのが俺の印象かな、うん、ああそうだね、俺もそう思う。チャンスだと思うよ本当に。ただ俺はよく言うんだけど、国のせいにするのは良くないと思ってて、昔はその国を変えなきゃいけないみたいなさ、若気の至りみたいなのはあったんだよ多分ね。下手したらなんかいいところの大学とかでさ、活動家とかになってたんじゃないの、左翼とかのシールズとかになってたかもしれない。シールズかどうかは分かんないけど。小井さんおはよう、楽しんでってください、うん、そういうあれ感じはするのね自分が。でもね、国を変えるんじゃなくて、国って何なのかっつったら、国って俺だと思ってるの、国民一人一人じゃん。だから俺らの意識が変わると国って変わるはずだっていう風に思ってて、うん、そんな感じかな、うん、そうそう、北米は税金高いけど、でもね、幸福度って何なのかっていうのをもっと考えた方がいいかもしれないね。日本人はね、政治家が資本主義みたいになってるからダメなんだよ。金で解決をしようとしてんの。今の政治家にビジョン持ってる人少ないよ。ET モンキーさん、エテモンキーか。エテモンキーさんおはようございます。ミリカちゃんおはよう。楽しんでて。うん。経営者と同じ考え方をしたらダメなんだよね、国を回す人は。国っていうのは富の再分配をやるのが大事な機能だから。それは共産主義的な、社会主義的な意味合いじゃなくて、うん、経済は回せば回すほど、ね、規模が大きくなるっていう理論があるから。右翼も左翼も関わったけど、個人では何も変わらないのが現実だわ。自分、そう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 。俺もそんな感じ。自分が変わったら世界って捉え方が変わる。事実は変わらないかもしれないけど、俺らは解釈の世界で生きてるから、解釈を変えちゃった方が早いんだよね。それが真実って呼ばれてるものだと思ってて。真実はみんなの中にあるわけでしょ。一通り。アイデンティティは大事だけど、縛られるものではないと思ってます。そうだね。うん、まあでも捨てられないもの、だから仏教でいうところのカルマみたいなもんだと思ってて、要はその日本人っていうものとか、名前とか、要は家っていうものとかって捨てることはできないじゃん。その人間として生まれた。で、なんだろうな、それを逆らわずに受け入れていくっていう感じかな。だってどんなに白人だっつっても絶対イエローだしね、俺は。
揉めてる揉めてる。リンゴおはよう。まあいいんだよ、揉めたければ揉めれば。なんかね、俺はそのまあうちのリスナーさんが今いろいろ揉めてるんだけど、いろんなところで言ってるんだけど、旅団が原因なのっていう、その旅団が原因じゃないんだよね。そうだから名前をつけるっていうことは責任が伴うわけじゃん。俺の名前をつけてるわけじゃん、和道旅団っていう名前を。でプライベートな喧嘩をしてるわけよ、その名前を使って。だから実を言うと、ちゃんとよく聞いてみると、俺全く関係ない話ばっかりなの。どことどこが喧嘩してるって。だから名前を、人の名前を授かるっていうのは責任が伴うっていうことをもっと自覚した方がいいよ。だって俺全然誰とも喧嘩してないもん。日本人には有利な部分多々ある、デメリットもある。まあメリットがあればデメリットもあるよね。なんかそのなんだろうな、思いやりとかさ、気遣い、心配りとかさ、わびさびとか、いろんなその素晴らしい文化があるんだけど、それってやっぱりその単一民族からなってる国家、島国だからだと思ってて、だからその意思疎通がしやすかったっていうのはあるけど、そのね、外交するときとかやっぱその不利だよね、自己主張あんまりしないから。乃木編何言ってるか全然わかんないわ、ごめんね。何、旅団は学生で例えると学生服、どういうこと。ああそういうことね、制服着てるんだからしっかりやれよってことか。あーでもそういうことだと思うよ。だって旅団の名前をつけてて、会社の社員バッジつけてて、何かをやるってことは会社員として叩かれるわけじゃん。会社が叩かれるでしょ。そうだからクレームが俺のところに来るわけじゃん、旅団の名前で喧嘩してるってことは、そうそうそう、そういうことね。アンドロイドと iPhone みたい。まだ関係あるんかと思ったよ。だから俺はいつでもとつまちやってるから、俺に対するクレームであったりとか、俺に対する意見であったりとかっていうのはいつも受け入れてるのよ。でもかかってこないってことは俺に対しては何もないってことだから、でしょ、だから俺はほっといてるかな。俺はそのつるむ弱さっていうのがあんまり好きじゃなくて、なんで人はつるむかっていうと弱いからだと思ってて、俺はもうね、大空を舞う鷹でいたいよね。ファーって飛びたいよね、群れずに。まあでもそう、海外はいろいろ見ていきたいなと思ってるし、そのもうね、俯瞰して考えるしかないと思ってて、もう俺は宇宙人だって言ってるの、自分のこと、地球人でもあって宇宙人でもあるけど、日本人っていう小さな目で見てもしょうがねえなみたいな。だからもうぶっ飛んで俯瞰して見ちゃえばいいや、要は世界人になるには、地球人になるには地球の全部言っちゃえばいいじゃんみたいな。地球全部知ってたら、地球全部のアイデンティティを持って地球人としてできるでしょ。その日本日本日本って考えるから、その敵を作っちゃうと思ってて、そうそうそう、だからその海外に住むっていうのも俺の中ではあれで、地球に住んでる感覚があって、たまたま新宿っていう場所にいるだけだと思ってて、その回りたいなと思ってる。とりあえず俺は沖縄があるっていうことを確認したから、福島も仙台もあったし、四国もあったのね。俺は 見たもの、感じたものしか信じないから、俺の中では今アフリカはないのね。アメリカはあるね。アメリカのカリフォルニアはあったね、少なくともサンフランシスコとサンブルーノ州はあったね。ニューヨークはまだ信じてないから、まああんまり揉め事には加担しないっていうか、関わらないようにはしてて、ただ相談は受け付けるよ、思ったことは言うよ。たださ、やっぱり和道旅団ね、名乗って全然嬉しいんだけど、俺のことをね、慕ってくれてるわけだから。でも、なんだろう、その人たち全員の面倒を見るわけにはいかないでしょ。俺も俺で忙しいわけだから。
揉め事とかから何も生まれないんだよね。憎しみはね、憎しみしか生まれないから。おはよう、ウニ丼さん。おはよう。そうそうそう。だからハッピーになることしか考えてないから。みんなが幸せになって、みんなが豊かになって、みんながね、笑顔になる、それでいいじゃん。楽しければそれでいいっつうか。あんまり足の引っ張り合いとかには加担したくないね。ああ、もう絡まなくなったね。やっぱりその、俺はうなちゃんマンきっかけで放送始めたけど、今はもうさっぱりしてて、うなはうな、俺は俺。で、憧れてすらいないっていうか、すごい人だとは思うけど、追っかけない。自分の道を行くっていう風に決めたんだよね。いつぐらいからそうなったかな ?3 年目ぐらいかな。あんまりその大手さんが羨ましくなくなったんだよね。昔はなんか人数集まってていいなーって、なんかグッズ売れてていいなーって、支援されてていいなーって、もう妬んでばっかりだった。だけど、いや、ちげえなーと思って、他人のね、ことをいくら羨ましい羨ましいってなっても意味なくて、俺は俺でこんなにたくさんの人がいて、俺は俺でこんなに自由に生活できてて、あ、いいやーと思って。で、自分の足りない部分は自分で補うことができるし、他人は他人なんだと思って。そう、他人の財布ね、いくらいいなっつっても意味ねえじゃん。仲間もいるし、テルとかさ、青山とか、ロハコさんとかさ、海宝とか、レクチとか、たくみさんとかいるし、それでいいやと思って。成長なのかな?どうなの?本当に思ったことしか言わないよ。その時間違ってるように聞こえるかもしれないけど、それは俺が未熟だからだ、なわけじゃん。で、その、なんだろう。その時、本当に感じたこと、一生懸命頑張って戦ってきたから、その時は、本当にそう思ってるわけよ。うん。だけど、そう、振り返ってみると、やっぱ前に進んでいくとわかるんだよね。うん。他人は他人だって、俺は俺なんだって。で、自分にしかできないことやろうっていう。そう、人の真似しても意味ないわって。俺、その人になりたいわけじゃないわって。自分が見てるゴールを見ようみたいな。うん。ヒロさんおはよう。花火ありがとう。おはよう、ザクロちゃん。楽しんでってね。うん。あ、鮫島さんもすごいね。変わったよね、だいぶね。うなにブロックされたよ。うん。うなの放送はだから見てない、俺。すごい好きな放送だったからね。見たかったんだけど。今はもうドレさんとうなしか見てなかったのが、両方とも嫌いになっちゃったから。今はカオス。あと誰見るかな、石野か、石野とカオスを追っかけてるかな。作業をやるときにやっぱラジオ代わりで見れる放送が見たいっていうのがあるから、自分の中で。で、カオスの放送はすごい居心地がいいっていうか、あの人はね、音がすごいいいから、伸びるなっていうのは分かってたんだよね。トークが途切れないっていうのと、あの人はリズム感がいいんだよね。それはね、ラッパーとか歌がうまいとか、ラップは下手なんだけど、その声と、ずっと、自分のリズムを持ってるっていうか、居心地がいいね。うん、キャスでブロックされていても、去るもの追わずと考えて、方向転換してみた。去るものは追わないな。うん。去るものを追っかけるっていうのは未練があるからだと思ってて、なんだろう、自分の人生生きてたらね、追っかける必要はないからね。だからツイッターとかふわっちもなんて言うんだろう、俺はフォローしないようにしてるんですよ。ツイッターもフォローしないですね。誰もフォローしないっていう。欲しい情報は自分からサーチして取るっていうね。それがやっぱ俺は合ってるなと思って、自分で。追いかけたい人はフォローするけどね。
まあ有名になると既読スルーになりますよ。しょうがないっすよ、それは。俺も、既読スルーしちゃってるかな。例えばさ、朝起きて1日40件ぐらいメールが来ててみんな返せる。毎日10時間ぐらい配信して、プライベートの時間じゃなくてだよ。10時間配信して、で、なんだかんだっていう仕事とかさ、やっぱり付き合いとかもあるじゃん。そこに4時間ぐらいかかってさ、14時間でしょ。で、睡眠とか風呂とか飯とかあるでしょ。で、40件のメール返すだけで1時間2時間かかるわけじゃん。電話とかしちゃったりしたら。だから要件のないものっていうのは既読するし、受け取るけどね、必ず。必ず読むけど。それはうちに秘めて、優先順位はしっかり、トゥードゥーリストっていうの？やるべきことをやるっていうふうに、考えてますね、僕は。なんでかっていうと、有名になったから、その LINE が来るようになったわけじゃないですか、ファンですって。で、そのファンに対してファンサービスで返すことも大事なんだけど、それはやっぱりオフ会っていう場で本気を出すべきだし、みんなに対してありがとうって一人一人握手して、お酒飲んで、もてなしてっていうのを本気でやればいいと思ってて、リア凸してくれた人に本気で感謝を伝えるっていう、ありがとうっていう。だけど、そのね、一個一個のメールはしっかり受け取って自分の中で咀嚼はするんだけど、一個一個返すことは物理的に不可能になってきたね。金儲け。まあビジネスだったらしょうがないんじゃないかな。人数が増えてきたらしょうがないよ、それは。読むのは読むよ。必ず読む。負けましたね、カー君。それがさ、6万突っ込んだ。6万6千円じゃない。6万4千円突っ込んだ。突っ張って。で、最後に3万円分ぐらい返ってきて、もうダメだと思って帰ってきた。苦しかったね、昨日の戦いは。最初、いきなりもうバッて入って、あれ、設定いいかなと思って。ただ、ずる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 行って、で、戻ってきたの。プラマイ、プラスになったのよ。ただ、半端なプラスで、あ、これも突っ張だわと思って、全部飲ませて、で、最後またバーって回収っていうか、半分ぐらい戻ってきて、あ、負けた負けたっつって、効果機動隊ですね。なんか、結構面白い演出は何個か見れたんだけど、見たことない演出は。でもダメだったね。設定悪かったね、蓋開けたら。負けですね。わーだよね。まあでも楽しいけどね。何も考えないでボタンを押してるだけで遊べるから。なんかその最近モヤモヤって考えてたから、そうイライラしちゃったりする時に俺スロット打ちに行くのよ。ああ、もう考えたくないわーと思って、現実逃避する場所だから俺にとって。でも楽しかったね。まあ追ったら負けるよね、今の時代はね。追ったら負けちゃうよね。いいのいいの、暇つぶしだから。ストレスが解消できるんなら、本当に5万円だろうが10万円だろうが 金で解決できるんなら金で解決したいから。配信の時にいいパフォーマンスできれば俺はそれでいいと思ってる。そのために何か服を買ったり、キャバクラ行ったりとか、なんかプライベートでうさが晴らせるんなら 全然いい。では、1時間に1回アイテムタイムを設けています。もしよかったら、アイテムください。トークがね、途切れないようにアイテムを集中的にもらうようにします。音楽2分間流します。よろしくお願いします。負けたね。ああ、でもまあ、何も考えないで台に向かってる感じがすごい楽しかったよ。プレミア演出も見れたし。風船10個ありがとう。ラッキー、ルーシーさんありがとう。レンさんバーガー7個ありがとう。楽しんでってください。レンさんありがとね。ルーシーさん風船10個、追加でありがとうございます。ルーシーさん2回目ありがとう。メリンコさんハートプレゼントありがとう。おい、レンさん、レンちゃんでありがとうございます。風船150個ありがとう。楽しんでいってください。眠い？寝てないの？もう。バーガー4個ありがとう。いつもありがとね、もう。ありがとうございます。
なんかね、でも身になる趣味は身につけた方がいいなと思ってて、うん、それなんでパチンコやってるんだったら FX やった方がいいのかなとかいろいろ考えてますね。アイテムの投げ方が分かんない。プレゼントボックスが下の方にあるんで、スマホだとそこクリックしてみるとアイテム投げれますよ。レンちゃんハート2つありがとう、たくさんありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。そそおパフェありがとう。引き続き楽しんでいってください。フォローありがとう。あ、数合わせありがとう。YouTube、Facebook、Twitter や LINE などをやってますので、もしよかったら各 SNS プロフィールページに書いてあります。ご覧になってぜひフォローしてください。よろしくお願いします。ルシーハートプレゼントありがとう。最近はね、朝方に配信やろうかなと思ってて、朝方と昼間、昼間見るものないでしょ、面白い配信が。だから俺がやらないといけないのかなと思って。夜中はね、面白い人いっぱいいるからね。アイテムはお金かかりますよ、うん、もしよかったらスポンサーになってください。おお、シェレン久しぶり。シェレン風船塾ありがとう。昼間ないでしょ、面白い配信。みんなやっぱ働いたりね、ネットの人は夜型の生活の人が多いからね。俺の場合はほら、おかげさまで配信で食わせてもらってるから、昼間の配信増やしていこうかなと思ってる。夜はもういいや、やっぱりニーズに応えていくっていうのはすごい大事だからね。みんなの耳の音も、まあ自分が面白いとは思わないけど、まあ仮想配信者よりは実力はね、みんなの暇つぶしはできるくらいにはなってきてるから、その辺は頑張ってやっていこうと思ってるよ。あー、そうなんだ、お盆休みだ、いいねいいね、うん、もしよかったらみんなフォローしていってください。シェレン全然来なかったよね最近。元気だった？いいよな。なんかサラリーマンの人のボーナスっていう制度と、なんか連休の休みの楽しさ、ワクワク感みたいなのは羨ましいなと思うよ。ね、365日仕事だかんね、俺は。なんかバカンスっていう感じがあんまりない。羨ましいよ。ボーナスは7月か。もう出終わっちゃった、うん、でもさ、初めてボーナスもらったこと1回2回あるか、正社員2回あるから2回あるんだけど、びっくりするよね。そのアルバイトしかやったことない人だったからさ、社員にならせてもらってボーナスで煽ってもらって、こんな大金もらえるんですかみたいな。こんな大金いただいてもいいんですかみたいな、うん、会社に縛られずに仕事できるのも会社員からしたら羨ましいんじゃないかな。あー、なるほどね。どうなんだろうね、やっぱね。お前はいいよなっていうもんなのかね、人間ってね。俺はサラリーマンの人羨ましいけどな。そのね、配信者はね、頑張ったら頑張った分だけ稼げるけど、
干されたら終わりだからね。干されたら全部食えなくなる世界だからさ、もう毎日綱渡りだよね、本当に。いや、高額アイテム投げてよ。花火投げて、花火。頼むよ。待ってるよ、ボン。ワドさん、会社員の時も仕事できたでしょ？そうなんですよ。できるんですよ。営業トップ、営業トップ一回取ったこともあるし、営業成績。まあ、店長にならないかっていう話もいっぱいあったし、若い割にはね、要はその、なんつうんだろう、役職、主任とか、係長ぐらいになるのかな？係長、課長、課長の下が係長でしょ。だからチームリーダーぐらいにはすぐなれましたね。はい。でも、ダメでした。合わない。組織は合わないね。ちょいちょい。高額であればあるほど嬉しいですよ。稼いで、みんな。みんなが稼がないと俺死んじゃうから。ペットだから、みんなの。みんなのポケモンだから。まあまあ、できる範囲でチップだと思ってね、投げてください。あと、今日面白かったよとか、応援してるよみたいな。お金に余裕のある人はね、いっぱいチップくれるし、お金に余裕のない人はコメントで応援してください。フォローしたりとか。あとね、応援の方法、YouTube ライブも興味があるんで、YouTube に進出しようと思ってるんで、YouTube のね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。下の方に流れてる、横に流れてるコメントがあると思うんですけど、それが YouTube の僕のチャンネルの URL です。あとね、150人で1000人到達するので、1000人到達すると投げ銭システムが使えるようになるんですね。スーパーチャットっていう名前なんだけど。あ、ありがとう、エテモンキーさん。バガーありがとう。YouTube ライブぜひぜひ、トライしたいんでよろしくお願いします。風船25個ありがとう。STR 代表さんありがとうございます。ハヤトさんって読むのかな。なんか最近若い子で流行ってんの？このローマ字を崩したような文字を使うのが。なんか結構よく見るよね。ハヤトさんだよね。魚拓さん、おはよう。楽しんでいってください。おはよう、魚拓さん。今日買い物行こうかな。のんちゃん、後でさ、100円均一行こうよ、セリアで。棚買う。よろしくね。あとでお出かけしましょう。のんちゃん、この携帯電話さ、充電器にかけといておいてもらってもいい？よろしく。コードない？どっかにないかな？
あ、俺のね、赤い釜の中にあるわ。あんまりね、カエルさんさ、あんまりね、プライベートなことを言うのやめるようにした。セリアの充電池、ミニ四駆の鳴らしに結構使えますよ、安いし。あ、そうなんだ。まだでもエンジン周りはいいかなと思って、ミニ四駆は外装をいじってこうかなと思ってて、今ね、マスキングテープ貼って塗装の2段階目に入ってる。マスキングテープがいいね。いや、全然いいよ。全然。おはよう、佐々木純さん。おはようございます。塗装めちゃめちゃ奥が深いね。めちゃくちゃ難しい。うまくできないよね。だから愛着湧くんだろうけど。塗装は塗装で専門の技術があるんだなっていうことがよく分かったよ。すげえ難しい。おはよう、奈緒さん。雨降ってきた？今日雨かな？さっき小雨降ってたよ。小雨っていうかね、霧雨みたいな感じかな、新宿は。なんかこう、ミストって感じだった。エアブラシ高いよね。2万ぐらいする？エアブラシの使い方もよくわかんないかな。まあ、缶スプレーでいいかな、俺は。細かいペイントができるようになるのかな、エアブラシは。あ、今日海なんだ。最悪だね。海行くのに雨は最悪だな。おはようございます、マサラさん。最近多いよね、地震が。ちょっと怖いよね。東京壊滅しちゃうかもね。細かいのができるようになるんだ。へえ、ミリ単位の線とか描けるんだ。それはすごいね。それはすごいわ。のんちゃん、芸術家の人にさ、マスク作ってもらうお願いしたんだけど、
ラフでスケッチでそのどの部分が欲しいか書いてくれっていうふうに言われたんだけどさ、俺絵描くことができないからさ、のんちゃん手伝ってくんない？なんか描ける？のんちゃん隣来てくんね。今タバコ吸ってる。あ、じゃあ終わったら来て。大丈夫じゃないの？もうずっと吸ってんだから 大丈夫だよ いやー、どの世界も奥が深いよね、本当に。職人の技はかっこいいよね。はい、ワード2、さくらさんいらっしゃい。なんかさ、ニコニコ生放送の会員数が240万人になったんだよね、プレミアム会員の数が。で、角川大赤字らしいよね、ニコ生。なんかニュースになってたよ。タバコはね、アメリカンスピリットのメンソールライトっていうタバコを吸ってますね。やばいよね、ニコ生マジでやばいらしいよ。まあ、そりゃそうだよな、YouTube と比べてさ、金はかかる、回線は重たい。ねえ、会員登録しないといけない。全然ユーザーライクじゃないもんね。もう完全敗退ですよ。ニコ生もなくなるかもね、本当に。俺、ニコ生なくなったら爆笑するけど。昨日好きなチョコを、好きなチョコを書いてもらった時に、ワドさんが誰かをブロックしました。その理由は何ですか？ごめんなさい、ブロックをしてる人の理由はいちいち覚えてないです。まあ、なんだろう、規約に違反することをやったんじゃないですかね。ルール違反をするようなことがあったんじゃないですかね、ポポさん。ブロック入れてる人、誰がどの理由で入れたっていうのは覚えてないです。ごめんなさいね。おはよう、ドデチ。セキセイインコじゃなくてね、文鳥っていう鳥ですね。アメスピはタバコで一番うまいかな。ニコ生に思い出いっぱいありますよ。ただ運営嫌いなんで、僕。ニコ生の。システム、エンジニアさんリスペクトしてるし、ニコ生にいた人たちも面白かったし、ニコ生で僕は雑談の基礎を築いたんで、ニコ生は大好きなんですけど、ニコ生の運営はもう腹立つことばっかりだったんで。だから、ニコ生がなくなっても僕は、何もないです。爆笑してます。ニコ生もう見てないからね。なくなるだろうね。しかも240万人ね、会員登録してでもほったらかしてアカウントね、金払ってるだけの人もいるだろうし。まあまあ、そうだよね。いずれそうなるだろうなっていう感じだよね。ニコ生でも結構やばいポジションだよ。もう角川資本になってるから、採算の取れないビジネスは、ね、切るよ。思い入れないからね、角川からしたら。思い入れはめちゃくちゃあるけど、運営は嫌い、相変わらず。あそこにいる人は好きだけどね。夏野のあぐらかいてる姿勢が大嫌いなんだよ。あ、いや、ねえ、アイモードにいつまですがってんだよっていう。もう改良する気ないからね。ニコ生のアニメ一挙放送がなくなったら困ると思ってたけど、最近はニコ動でアニメ全話無料とか増えてる。なんか YouTube レッドが確か有料の番組見放題になるはずだから、俺 YouTube レッド会員になろうかなと思ってんだよね。月額1000円だったかな？月額1000円で映画見放題になるんならありだなとか思って。イヤイヤ機能は続くって聞いたけどな、俺。
やや機能なくさないって聞いたけど、どうなんだろうね。まあ新しいシステム導入したらテストはやってみようかなとは思ってるけど、でもまあぶっちゃけね、もう勘にならない放送はあんまりやりたくないっていうのが俺の中でごめんね、なんか汚い話かもしれないけど、あの変な話なんだけども、金にならないところであの放送やる気はないっていうそれはあるかな、うん、投げ銭やるのかな、どうなんだろう、投げ銭出るって噂だよね。それが普通かな。紙がね、その辺に、あ、一番下かな、あそこの。で、鉛筆、どっかにあるでしょ。のんちゃんの。多分、後ろのさ、この、カゴの中に入れてある、のんちゃんの鉛筆。スケッチブック、どっかにあるよ。のんちゃん、片さないからね。どうぞ、あのデッサンお願いし、和道さんの歌声はゲフンゲフンって、でも声が落ち着きます。いや俺歌うまいって言われたんだけど、うん、歌下手お金稼げない人はお金汚いもの取られてる。そうそうそう、お金って別に正当な対価だから稼げるって、お金を稼げない人よりお金稼げるのはいいことだと思うんだけど、俺なんで悪い風潮が出てるんだろうね。で、その1枚の紙に、俺の顔輪郭をはっきり描かなくていいから、そのアウトライン引いて、でマスクのこの部分が必要です、この部分が必要ですっていうのを伝えないといけないのよ、うん、だからアウトラインだけでいいよ、俺の髪型とかさ、ざっくり、うん、申し訳ない、うん、あ声はいい、ありがとう。そうそう、収入はその人の社会的価値だと思うから、俺は稼いでる人は、うん、真っ当に資本主義のルールを守って稼いで税金払ってる人は偉い人だと思ってるけど、うん、使う人が汚いかっていうか稼ぎ方が綺麗だったら全然いいと思うけどね、社会貢献してるってことだから。なんかジュース買ってたっけ俺、グレープフルーツジュース、うん、これに入れて半分ぐらいでいい、この辺まででいいや、この辺、うんうん、冷蔵庫に入れるところがなくなった、入れるところなくなった、何度か確保して、うん、のんちゃんですね、はい、リオタンママいらっしゃい、のりこです。これくらい、はい、ん、あ、ありがとう、もうちょっと入れてほしいよ、この辺も、うん、はい、ありがとう、うん、のんちゃん47歳だよ、はい、ツバニャンワード2いらっしゃいツバニャンいらっしゃい、やっぱ復活したね、うん、はい、ガチさんはどつ楽しんでて、そのヘッドホンをつけてるから、ここの部分にはマスクつけらんないっていうのも伝えないといけないのよ。あ、ヘッドホンも書いてほしいね。
おい、ゆうすけおはよう。楽しんでて。今日コミックマーケットなんだ。コミケって行ったことないな、一回も。でもほら、あの俺の放送のリスナーさんってさ、オタク要素あんまりないから、オタク属性の人見ないからさ。だってのんちゃん美大卒だよ。どこだっけ、玉美か、玉美の大学院出てるよ。大学と大学院。のんちゃんは普通に、あの俺年上の人結構好きな人多いですね。うん、お付き合いする人は年上しかいないかな、ほとんど。うん、 3M コミケの音楽版。俺音楽あんまり聞かないかな最近。では俺にわかだよ、全然。音楽は顔とかは描かなくていいよ。あの要は鼻とか、そのメガネはいる。全然音楽はにわか。ただその売れるか売れないかとかそういうのは得意。多分ね、プロデューサーとかやったらめちゃめちゃ才能あると思うよ俺。なんだ、そっち系に関しては。ライブハウスやってる時にね、プロのアーティスト5組出てるし、インディーズから。あと売れる人と売れない人の特徴とかすぐ分かるね。だから配信者でもすぐ分かるじゃん。あ、この人有名になるだろうなとかさ。結局さ、その音楽にしろ映画にしろ漫画にしろ何にしろ、作品が面白いかどうかだと思ってんのみんなって。そう、表面化してる部分でも本当はその作家の面白さなんだよね。作家が面白いと別に絵が下手でも歌が下手でも極端な話売れるんだよ。伝えたいものを持ってるかっていう。そう、だからよく言われ、音楽の業界で言われてんのは、10年バンドやってたら絶対上手くなるっていう。ただ伝えたいことを持ってるか持ってないかっていうか、その表現、そのパッションだよね。そう、情熱を持ってるかどうかで変わるよね。だからその情熱の部分っていうのを見抜くのが得意なんだと思う、すごい。だから配信も10年やってたら雑談絶対上手くなるじゃん。バックホーンいたよ。うん、バックホーンもいた。うん、バックホーンもやってたよ。すげえ売れてるんでしょ、バックホーン。びっくりしたよ。いや煙くないよ。まあ画面だとね、その煙が今お香も焚いてるからモクモクしてるように見えるんだけど、全然煙くないね。ボイサキさんいらっしゃい、楽しんでってください。のんちゃんカラオケ枠やってるよね。うん、うん、今そのアーティストさん、芸術家の人に俺の仮面作ってもらうんですよ。でそのラフのスケッチを書いてくれって言われてたよ。お、花イケメンいらっしゃい、おはよう、楽しんでて。おはよう。お香焚いてるし、タバコも吸ってますね。今ね、横からこの辺から見えてる煙っていうのはお香なんですよチャンダンっていうお香なんだけど、あの日本漢字で書くと白檀っていうお香だ、お香かな。うん、シャンダンっていうお香ですね。お香大好きなんで。シャンダンいいよね。
あ、チャンナン定番だもんね。定番で完成形だよね。でもなんかその白檀が取れなくなってるって聞いたけどな、インドで。採取しすぎたのかな。チャンダ以外のお香は炊こうと思わないんですね。ああ、俺も同意見かな。もうチャンダンでいいや。チャンダンが一番好きだね。のんちゃん見た？マスク作ってる人の作家さんの作品、写真で見せたっけ？見る。この人の作品こんな感じ。すごいよね。これ、なんか象とこういう FF みたいじゃない？ファイナルファンタジーみたいでしょ。ですごいよね。この人に作ってもらう。こういうすごいよね。なんか家が博物館経営してるって。でテレビのそのなんつうんだろう、撮影地とかによくロケに使われてんだって。すごいよね。作ってもらって、もう一つの名義で和道っていう名義とは別に、クリエイターの活動をやろうと思ってて、でその時はもう顔隠して別人格でやろうと思ってるんですよ。名前と顔を隠して名前変えて、でも和道っていうのを完全に伏せて、もう一回トライしてみようかなと思って、もう一個名前育ててみたいっていうのがあって、別の活動でね。だからその文筆業をやる時と、あとそのクリエイティブな活動をするときはそっちの名前でやろうと思って、その時用のマスクだね、仮面ですね。で自分で試してみたんですよ、作ろうと思って。僕は年上の女性が好きなんだ、たまたまですね。別に年齢気にしてるわけじゃないんですけど、仮面作ったんだけど、やっぱ造形下手なんだよね俺。ダメだった。そのこれテストタイプなんだけど、顔の型にはめる、はまっただけで、型取りだけで、ああ、もう才能ないわと思って、がっつり作ったんだけど、造形は下手すぎると思ってやめたね。ここに色塗ろうと思ったんだけど、色塗ってそのゴツゴツさせようと思ったんだけど、もう型取りでやめた、諦めた、才能ないと。ダメだったね。なんかデスマスクみたいだって。年上の女性が落ち着くかな。やっぱりその、なんだろう、精神年齢とかも噛み合うし、その知的好奇心が満たされるっていうのがすごいでかいかな。安心感もあるし。僕はたまたま年上の女性好きになることが多いですね。孫さん、こんにちは。のんちゃんだよ。
かゆ耳。うんさん、何個、あ、いいや、なんでもない。うまいね。で、明ホホってわかる？明ホホわかる？こういうのが明ホホなんだけど、明ホホタイプにしてもらおうと思ってんのよ。女性はね、いや、学生じゃなくて、もともと美大卒業してますね。武蔵野だっけ？玉美の大学院も卒業して、芸術家だったんですよ、もともと。のんちゃんの作品見てみる？そっち、こっちは霧雨ですね。のんちゃんのじゃあ作品見たい人手挙げて。ツイッターにあげ、インスタにあげてたよ、うん。学生時代の。俺ね、パソコンのやつ好きなんだよね。あれかっこいい。見たい？そうそう、玉火なの。ちょっと待って、今探すよ、のんちゃんの。こっちだったっけな。どれが本話かわかんねえ。これだっけ？あ、これか。のんちゃんのじゃあ作品。おはよう！バガープレゼントありがとう。のんちゃんの作品、これかな。これが、のんちゃんの作品だね。これは、すごいよな。これ俺結構好きなんだよね。モニターがこれすごくない？うん、これすごくない？パソコンのモニターが向き合ってるっていうこの作品すごいよね。俺これアートだなって思う。あと何があるかな。なんなのこれは。これは何なの？内臓？内臓じゃないけど、食感みたいな。人の食感を再現したの。おー。なんだろう。なんかのんちゃんの作品、絵の中に虫が入ってたりとかね。のんちゃんでしょ。ぶっ飛んでるよね。これは何だ？写真なの？写真。おー。全体的に病んでるよ。これは何？え？
私に、うん、ボンドみたいなのつけてみて、うん、これ結構いい。虫系は俺苦手、うん、まあこういう作品を作ってたらしいですね。よくわかんない。これがのんちゃんの作品です、若い頃の。おい、ラリラリさんおはよう。みやびくんおはよう。ここの部分どうやって伝えたらいいかな。そのなんか今案が出てるのは、ここの面頬の部分を作ってもらうな。でここに鉢金みたいにこう2段階式にして、なんか紐で留めようかっていう話をしてんだけど、この人の作品が結構アシンメトリーな感じなのよ。ちょ見てみようか作品。え、荒井由実って何なの？たまびなの？あの人。へえ、知らなかった。なんかマスクがさ、あの左右非対称のやつがいくつかあるんだけど。竹中かな？竹中直人もたまび？へえ。癖が強いね。なんか有名な先生に教わってるとか言ってなかった？嫌いだっつったなんだっけ。あれは講師で来た。あ、講師で来たんだ。誰だっけ。村上なんだっけ。こういう感じも作る人なのよ、この人。あ、うん、だから面頬の部分作ってもらって、こっちの部分こうガーッとやってもらうのがいいかなと思ったり、いろいろ考えてるんだけど、どうしようかなと思って。これかっこいいよね。うん。メガネはつけないのがいいじゃん。いや、言われた。コンタクトにしてもらえないですかって言われたんだけど。難しいよね。メガネ。こんにちは。ともさんこんにちは。しばさんこんにちは。ラブカップルさんこんにちは。初見さん楽しんでってください。メガネは。俺の中でつけ、でもメガネどうなんだろうなと思って。だったらそのこっちこういう風につけて、ここに角とかつけてもらって、その面頬とここ、うん、こういう感じか、うん、で俺の希望としては口の部分を開けてもらいたいっていうのがあるの、うん、そのタバコ吸うし、うん、仮面ってなんか目の部分を隠すっていうイメージがあるから、うん、どうしようか。俺は別に目隠さないで、その口元さえ隠したらほら、うん、あのね、分かってるな、うん、配信やってれば口隠しちゃえばバレないっていうの分かってるから、うん、それをその伝えたいんだけど、面頬の部分とそれをどう接続するのかっていう話にもなってんのよ、うん、紐でつなぐかっていうアイデアもあるんだけど、ここら辺で、うん、どうしようかな、うん、なんかいいアイデアない？それをなんかデッサンしてくれって言われたの、うん、いや、あのね、鼻をね、かぶっちゃうとあれだから、ちょっと待って、面頬出すね、うん、
あ、知ってた。ダース・ベイダーってもともとあれ、日本の侍がデザインになってるの知ってた？ダース・ベイダー、確かに言われてみたら、兜感だよね。あれは日本のお侍さんの兜なんだって。あ、綿ホホは鼻かかってるね。どうしよう。どうしようかね。鼻も作ってもらう？あ、でも鼻あった方がいいか。どうしよう。どうも。ああ、そうなんだ。伊達政宗の兜から来てるんだ。え？鼻ついてた方がいい。みんな鼻ついてるね、明方法は。鼻隠した方がかっこいいか。鼻隠そうか。でも俺鼻の形が高いからさ、サイズが合わなくなる可能性がある。どう思う？こうやって隠した方がいいか、こう隠した方がいいか、どうなんだろう。全然違う人みたい。これはね、顎が作りすぎたんだよね。だから外人っぽい輪郭になってたんだよね。ピエロっぽいっていうかさ。どうなんだろうね。どうしようかな。髪型今日下ろしてるだけだよ。髪を下ろしてる。セットしてない。だからほら、三船敏郎にダース・ベイダーやらせようとしたもんね。いや、これ気に入ってない。これは型を取っただけだから、こっから作り込もうとしたの。色も入ってないし、これを真っ黒に染めようと思ったんだけど、結局俺が断念しちゃったんだよね。こう、素材だよね、やっぱ。硬くて、これが。プラスチックみたいなやつだから、加工が難しいんだよね。どうしようかな。迷うね。どうしよう。あ、オビワンの方か。オビワンか。素材はね、なんかその最近出てきたやつで、その熱で加工しやすい、そのなんとか素材っていう、その造形用の新素材だね、これは。ドライヤーの熱とかお湯とかの熱で溶かせるんだけどっていう、その、やっぱ粘土っぽくないからやっぱダメなんだよね。ちゃんとその柔らかいうちに作れるっていうやつがやっぱ一番いいよ。プラスチックだよ、簡単に言うと。熱に溶けやすい。そう、素材はなんかプラ板みたいな板、それをドライヤーで溶かして顔に貼っていったんだよね。どうしようかね。鼻描いてみて、ちょっと。そうなるでしょう。あ、そういうふうにしてもらえばいいのか。こういう造形で作ってもらえばいいのかな。開ける。
かっこいいやつ、その人の作品見てみる、その作家さんの。今作ってもらおうとしてる作家さんの作品はこれ。この人がその今お願いしてるデザイナーさん、デザイナーさんじゃない、芸術家の人で、あのいろんな作品作ってて、この人は別にマスク作る専門じゃなくて、たまたまその作品の中に仮面があったっていう。でその配信でそのこう使いたいということを伝えたら、あの OK が出て、でこの人、まああのなんか置物オブジェっていうのかな、なんて言ったらいいのか分かんないんだけど、俺はその芸術詳しくないから、とにかくこの人の作品かっこいいと思って、こういうなんかマスクとかいっぱい作ってるんだよね。芸術家の方だね、プロの。でこの前バーで打ち合わせしてきて、こういう作品を作って、これをこの奥にあるやつは仮面なんだけど、なんかファイナルファンタジーっぽいよね。こんな感じですね、今現状は。すごいすごい、この人すごいよね。でこれを仮面をつけてその活動しようと思ってる今は。いろんな作品作ってるね。こういうのもあるのか。こういう。ただそのイメージのラフを描いてくれって言われたんだけど、俺が絵描けないから。逆じゃない？マスクの部分黒くして口を白くするんじゃないの？かっこいいでしょ？そう。で、その来年になっちゃうんだよ、完成するのが。でできれば早い方がいいですかって言われて、早い方が嬉しいですって言ったの。そしたらあのじゃあ個展に出すよ、今個展の時期が近くてちょっとスケジュールタイトなんで、その非売品としてその個展に出していいですかっていう風に。やばいでしょ。そう、すげえかっこいいんだよねこの人の作品。これもすごいね。だこの人が作ったマスクをつけてちょっと活動しようかなと思ってます。ガロの世界観っぽい。俺はなんかファイナルファンタジーっぽいなと思ったけどね。なんかファイナルファンタジーの召喚獣っぽくない？なんかイーフリートみたいな。なんかファイナルファンタジーっぽくないですか、召喚獣っぽいっていうか、すごい独特な世界観を持ってるよね。これとかまさにそうだよね。わかるでしょ。ファイナルファンタジーのなんか魔法みたいな、ズゴゴゴゴゴみたいな、最強魔法みたいな。だからなんか変なものにお金かけるよりはこういうところにお金かけた方がいいなと思って。なんかあとこれもののけ姫っぽいんだよな、ちょっとね。もののけ姫っぽくない？ちょっと。まあ、人の作品を人の作品でね、なんか例えるのは失礼だと思うんだけど。すごいかっこいいよね。この間に輪郭入れると多分ここで切っちゃうから、ここ潰してもらっていい？質感はね、木に一番近いって言われた、木材に近いですよって。一応粘土らしいんだけど、なんか特殊な粘土を使ってるらしくて、なんかこの人が使ってるなんか特別な技法なのかな、なんか木みたいになるんだって固まったら。そう、木材のチップを入れてんのかなんなのか分かんないけど、
俺ジムキャリー大嫌い。ジムキャリー嫌いなんですよ僕。あのていうかね、コメディ映画が嫌いなの。そうね、そうね。ロッキーマスクで検索したらいいの？ロッキーマスク。石仮面っぽいね、ちょっと。これかっこいいね、デザイン。じゃあジムキャリーが嫌いだっただけで、ロキマスクは普通にかっこよかったわ。石仮面っぽくてかっこいいね。いいね、ありがとう。うまいね、のんちゃん。で、どうするかだよね。で、ここは潰してもらう、潰しちゃっていい。あ、穴開けないとダメなのか。穴開けてほしいな。2つ穴。こういう感じ。そこも。なんで白いの？光？なんかそこの部分穴になっちゃいそうで怖い。ありがとう。でどうしようか。これ見せてもいい？ラフを作ってくれてる今のんちゃんが。メガネの縁も黒くして。ヘッドホンも黒くして。あ、また来てね、デモンキー。バーガーありがとう。ありがとね。
いいな、絵描けるって。おはよう、てつさん。さっきの彫刻は絵に例えるとミューシャやクリムトみたいな世界観だった。そうか、クリムトの絵家に飾ってあったけど、ダミーがフェイクがクリムトっぽいかな。いきなりだけど、漫画村ってサイト知ってる？大抵のはそこでただで読み、違法だけど。ああ知らない、俺違法サイトあんま使わない、わかんねえわ。いや偉いっていうか、別に普通に漫画買うね、うん、あのクリエイターにお金払うのは大事だと思ってて、好きな人ならなおさら、その人が食えなくなるから、うん、いいね。ヘッドホンでしょ。でもね、イメージがつかないと書けないもんね。どうすればいいかね、うん、ヘルメットっていうか被るもん作ってもらえばいいのか。どう思う？この上にこっからこう角が被さるイメージなの。うん、かける、それってイメージで、うんとね、俺のイメージね、角がこう生えてきて、こうかぶさるイメージ。角がのんちゃん行くよ、見て、こっちこう生えて、こういう風にかぶさっていくイメージで描ける。で、その人もう一回見ようか、ちょっと待って。あ、ていうかね、その友達とね、それ議論したことあるんだけど、あの今過渡期っていうか、なんつうんだろう、黎明期っていうのかな、ネットの課金どうやってさせるのかっていう文化の瀬戸際の段階だから、こういう現象が起こってるっていう。ただあのネット販売を会社がちゃんとやるようになって、便利なサイトができればみんな金払うんだよ、100円でも400円でも。だからその紙媒体とネット媒体のそう移り変わりの時期だから、こういうことになってて、これから多分ジャスラックみたいな会社みたいなネット版みたいなのが出てきて、それは集英社がやるのか何なのか分かんないけど、多分整っていくっていうのが そいつの読みだった。だから金払うことに抵抗があるわけじゃなくて、便利だから使ってるわけじゃん、みんな。で別に金は払うんだよ、お金ある人は。だからそのルールブックっていうか流れがぐちゃぐちゃしてるだけ。だからアマゾンとかで買い物するのも当たり前になってきたから、だんだんそれが出来上がっていくんじゃないかなっていう話は、なんか2時間ぐらいこってりしたね。ネットのその なんで漫画が違法なものとか音楽媒体。だからそのアップルがそれを仕掛けたわけじゃん、音楽で。まずだから誰がやるのかだよね。まあ Kindle とかどんどんできてきてるから。あ、これとか分かりやすいか。あのさ、こう角がここにかぶさればさ、こうはめられるわけ、わかる？こう前で止めて、後ろこうかぶせたいの、俺は。角2本とか4本とかで。で、この人の作品の角って、角がテーマらしいんだよ。だから前にこう飛び出る角と、こう前に飛び出る角ね、のんちゃん、見てる？前に飛び出る角と、こう角が生えてほしいの、俺は。
だからこっちで言うと、こっからこう行くのと、こっからこう、わかる？後ろに、のんちゃん行くよ、俺その絵描けないから、こう行く一本、要はここでこう止まると、でこう一角でも描く、一角と二角どっちがいいかな。一角、一角かダサくない？二本の方がかっこよくない？二本短めのこうとこう、クワガタ、いや今クリエイターさんにマスクを作ってもらう約束っていうかお願いをしてんのね俺が。でラフを持ってきてくれって言われて、この人に作ってもらうんだけど、あのマスクをお願いしてるんですよ今。でそのラフの絵が描けないからのんちゃんにお願いしてるって感じ。このクリエイターさんに今マスクを作ってもらう話です。こういうマスク芸術家の方なんだけど、とりあえずその角を描いて、で形状は多分その人が考えるわけじゃん。前に来てる感じ。それだとこうじゃん。これ後ろの方？それはこういう感じ。ねえ、見えないものを描くの難しいよね。ごめんね。こう角度が違うっつうか、なんつうんだろう。こうもっと太くて、こうぐーっと後ろに回り込む感じ。そうか、そういう絵になるのか。そうかそうか、そうそうそう、そうだね、そうだね、そう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 、すごいね、よくそのイメージを絵にできるね。うらやましいわ、絵描きうらやましいわ。うん、実際装着ができるようにお願いしてんの。その人は展示の人なのよ。だけど俺が無理言って、そのお願いできませんかって言ったら、ぜひっていう、そう、あのやってもらえるっていうことで。そう、実際そのダンスユニットの人が、あのなんか PV かなんかでつけたことはあるんだって。だ今回の場合はもう配信で使うことも全部伝えてある。そのインターネットタレントやってて、そのマスクが必要だって、だから常備つけるし一生ものになるっていうこともお伝えしてある。そうだね、そうだね。根元がもっと太い感じ、太さが根元の方が太くなって、あの先に後ろに行くほど細くなるようなイメージ。うん、値段はごめんなさい、あの芸術家の方なんで、あの言えないですけど、あのまあ一点物で作ってもらうんで、ご想像にお任せします。あの金の話好きだな。みすけさんおはよう。まあ、これくらい、こういうクオリティで作っていただけるそうです。とうとうグールになった。もうちょい太くていい、こっち側もうちょい太くていい、支える方は。でだんだん先細っていくから、後ろの方細くしていい。うん、まあね、あのプロですよ。あのプロの芸術家の方なんで、その値段を言っていいものかどうかも分かんないし、その世界の人だから。まあね、こんな公共の場所で言うことではないでしょ。トイレ行ってくれ俺。
前方に2本、その内側に前方に2本、こう短いのを、その正面からだから難しいと思うけど、このかける。すごいね、かけちゃったよ。すごいね。で、俺的にはここに第三の目をつけたいんだよね。この眉間のこの部分に第三の目入れてほしいっていう。目はね、違う、消して。インド人がつけてる縦、どちらかというと縦のチャームだね。そう、もっと下、あの ここに小さく、うん、眉間っていうかね、ここら辺センターに縦にちょこっと、うん、そうだね、そう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 、そう、うん。でこれをなんかうまくこうなんつうんだろうね、つなげてほしいんだけど、ここの部分、じゃあさ、こういう形状で、こういう形状でつなげてもらえることできる。そう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 、うん、なんです、うんうん、でそのここもなんつうの、この角が独立しちゃってるじゃん今、うん、このバンドっていうか仮面っぽくっていうか、なんかつなげてもらっていい、ざっくりいいから。でその細かい部分はクリエイターさんが作るから、うん、言ってる意味わかる、うん、要はここバンドで止めちゃってもらいたいっつうか、バンドっていうのかな、なんつうんだろう、まあ、でかすぎない、そこだとこの辺までいっちゃうね、もっと低い位置、うん、いやならない。なんでかっていうと、まあいいや、うんのあの形のデザインをしてるわけじゃなくて、形をどこを作ってもらいたいのかっていう話をしてるの、鉄で、その材質であったりとか模様であったりとかっていうのは全部お任せしてるから、いや角が何本必要なのか、どこの部分が必要なのかっていうのをイメージを書いてくださいって言われたの。あ、それを書いてもらってるだけ。セーラームーンみたいな。そこ黒で、うん、それでいいや。で、そこの部分マスクと黒にするんだけど、そこに紙を垂らしてほしいんだけど、わかる、うん、うん。それで仕上げちゃってもらっていい。ありがとう。すごいね、のんちゃん。いや、すごい。結構感動してる。2時間経ったんで、もしよかったらお布施よろしくお願いします。お布施よろしくお願いします。ありがとうてつさん、バーガー3個ありがとう。
愛ちゃんハート交換ありがとう。おはよう。つんちゃん、風船5個ありがとう。ハッピーさん風船ありがとう。アムさんおはよう。花火ありがとう。ありがとうございます。ニムロテさん風船ありがとう。はい、若津村まらさんおはよう。俺はね、眉毛も隠れる感じで作ってもらいたいから、眉の部分もこの仮面で埋めちゃってほしい。タンタン風船3個ありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくれているリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。のんちゃん漫画描けば。え？ごめん、音楽流れてるから全く聞こえない。何？漫画描けないよ。漫画描けないの？うん、もったいないよね、せっかく絵描けるのに。中二病感がやばいです伝わるか。あとはお任せしようか。OK、うん、ありがとう。サンキュー。で、俺がメモ書きすればいいか、うん、ありがとう、うん、のんちゃん、のんちゃん書いてくれたよ、ちゃんと。ありがとう、のんちゃん。
ハート2個ありがとう。日本一周なんてしないよ。おい、お疲れカズ、ごめんね、お待たせして。うん、届いたらまた LINE ください。
いや、うん。ごめんね。だいぶ遅くなっちゃったよね。もしあのステッカー人が欲しい人がいたら、あの郵送販売やってますんで、 LINE で連絡いただければと思います。モンタンのトツ、何の話？モンタンのトツ、何モンタンのトツって。何だろう。あ、初見さんいらっしゃい。はい、ワード2、ザックさんいらっしゃい。時間も時間なんで出席確認取ります。手挙げお願いします。今誰が見てるのか把握したいんで手挙げお願いします。はい、タンタンいらっしゃい。ミスケいらっしゃい。はい、ジャックさんいらっしゃい。ナオさんいらっしゃい。カズいらっしゃい。カカいらっしゃい。ハッピーさんいらっしゃい。おい、ゴイサギさんいらっしゃい。ソソいらっしゃい。ボンいらっしゃい。
おお、まいちゃんいらっしゃい。おはよう。雨降ってんのかな。今日雨。おー、アムさん花火ありがとう。いらっしゃい、アムさん。アムさんさっきもくれたよね。ありがとう。今日雨か、ずっと。湿度、降水確率、すげえな。まいちゃんおはよう。バーガー5個ありがとう。のんちゃん、はい、外配信行こう。うん、じゃ今から外配信に切り替えます。お疲れ様です。どこ行くの？あそこ行く、あの100均、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。